はい、どうもりです。タイトル通りですね。うなチャンネルの動画に出ないかっていう企画です。まあ、動画に出るってどういうことかというと、みんな任天堂スイッチ持ってるでしょ？あれって一応動画撮れるんですよ。30秒の動画撮れるんだけど、それを繋げて、一つの動画にしようかなって思います。例えばなんだけど、かっこいいキルシューとか、面白かった、なんかキルみたいな、イカスフィアでコロコロして倒したみたいな、ちょっと面白い感じのキルとか、なんか慣れ合い部屋とか、慣れ合い部屋倒すとか、まあ、結構いろんなものあるじゃないですか。自分の中でちょっと面白かったものを集めて一つの動画にしたいなって思います。まあ、みんなが選んだ中から僕も選ぶんだけど、できるだけ多くの動画を集めていきたいと思います。で、これ参加方法なんだけど、Twitter のハッシュタグ、シャープですね。シャープ、半角のシャープに、うなは猫って、つぶやいていただくと、僕がそれを検索すると、みんなが載せた動画一気に見れるので、うなは猫、これをね、自分の動画と一緒にセットでツイートしてほしいです。ツイッターのハッシュタグと動画をセットでツイートしてください。これだけで、OK です。でもやっぱりスプラトゥーンって結構ね、本当に、超人気ゲームだと思うんだよね。もしスプラトゥーン3が出るときに、スプラトゥーン2がアップデートか何もしないわけないと思うんだよ。やっぱスプラトゥーン3入る前にさ、やっぱ爆発的にドーンっていうなんか人気が出るようなことすると思うんですよ。はい、まあ、それも大会とかがそうかもしれないけど、絶対あると思うんですよね。賞金が出る大会とかね。日本じゃまだね、大会賞金は、出るとこ少ないんですけど。てか、ほぼないのかな、うん、日本は大会賞金出ないんだけど、もしかしたら今後、e スポーツの影響でね、出る可能性もあるし。はい。まだスプラトゥーン2、全然、やれるよ。はい、短かったんですけども、ご視聴ありがとうございました。まあ、これからもね、動画あげるんですけど、新年もよろしくお願いいたします。ということで、お疲れ様でした。